します。列車はこの後大船駅を通過いたします。そしてすでに情報をお持ちの方いらっしゃるかもしれませんが、昨日西日本艦隊の信号トラブルの影響で遅れておりましたサンライズ、出雲号、瀬戸号が東京方面に向かっております。この後すれ違いがあるということで東海道旅客線を走る予定になっております。皆様から見ると左側でしょうか、サンライズ号とのすれ違い、貴重な日中の時間帯ですので、もしよろしければお楽しみください。